今ここに出る2日目なんですけど、なのでなんかちょっと本当はいつも出てるのは大体13トンぐらいでバーッと広いので出てるんですけど。
で、さくらちゃんと一番関係がいい子を出してるみたいで、うん、はい、あんまり濡れるのよ、みんな得意じゃないのに、みんな内側に入れだと思って、だいたい10分から15分ぐらいの短い、お時間なのですが、チンパンジーのですね、面白い生態を皆様にお見せできればいいかなと思っております。ご興味のある方はぜひ、ご参加いただきたいと思います。今日は雨ですので、チンパンジーもあまりそんな雨がそんな、すごい好きというわけではありません。で、今日は屋内の屋根のあるところに、だいたい、いますけれども、今ちょうどですね、お昼の時間ですね。はい、お昼、今カゴの中の、どっちが動物でどっちが飼育係か分かんない状態なんですけれども、檻の中でご飯をあげているのが人間の方の島飼育係ですね。で、食べている、あげている餌ご飯っていうのがですね、今、ごぼうをあげてますよね。これあげているものっていうのは、普通に八百屋さんとかで売られているような食べ物です。チンパンジーも、人間と同じように雑食で何でも食べます。肉、野菜、果物、本当何でも食べます。ただ、チンパンジー野生とかだと、猿とか他の動物の狩りをするということも知られていますけれども、ここではですね、肉はあげてはいません。
他の動物園の動物たちいろいろそうなんですけども、肉をあげてしまうと結構お腹の中にまあ脂肪がついてしまったりするので、極力脂肪極力肉ってのは与えないようにしてます。でこれまでも、まあ、あんまりあげてませんけれども、いろいろですね、まあ、脂肪ついてるとかそういうような報告とか受けてませんので、まあ、適正なご飯をあげてたんじゃないかなと思ってます。で今動物園であげてるご飯は、今回は、ごぼうと今、格子の檻の中にあるのは多分これ玉ねぎですね。玉ねぎ、あとはじゃがいもをあげるはずです。でみんな多分それを期待して、待ってるんでしょうね、はい、で今日はですね、他にもいろいろあげているんですけども、あと夕方の餌ご飯としては、まあ、リンゴですとか、あとさつまいも、じゃがいも、他にキャベツとか、小松菜など野菜もいっぱいあげてます。本当に人間と同じようなものを、まあ、食べてます。まあ、自然界で何、どんなものを食べてるかというと、あとはですね、例えば空き缶、左側にある空き缶回収機の上に置いてあるような、木の葉っぱ、こういうものもね、よく食べます。でお花とかも食べます。